ゴディとスティーブ・ウィリアムス一気に駆け足で助走をつけて勢いをつけて激しく激しく登場。待ち受ける五輪コンビに襲いかかった。エキスプレス、そしてフットルースアジアタック選手権試合、チャレンジャーカンナムエキスプレスが優勢です。フットルースのこのトランクス、ブルーのトランクスがちょっと動きが止まっております。非常にタッチワークがいい今日のカンナムエキスプレス。リバースホイップだ、スピンキック川俊明、さあキックだキックだ、襲撃だ、シャーシャーという場内のこの声に応えて、さあクロバットの動きが止まったぞ。これはチャンスだ。ボディスラップ、さあキャンパス中央に逃がした。さあ川俊明の空中殺法が火を吹くぞ。ミサイルキック、大きく唾を吐きました。クロバットエビに丸めたカウンター2。さあこのままクロバットを集中攻撃にするのか。フットルース文字通りこの自由、おっと垂直落下式の佐藤明雄選手がよく使うブレインバスター、このシリーズからこの川俊明選手がよく見かける技です、見させる技です。こうやってね、頭をドンと打ってね、はい、回復力をなくしてしまえばね。そうですね、さあここで合体だ、ダイブしてボディアタック、カウントが入ります。カウントは2です。さあこのままちょっと動きが止まっているクロバット、一点集中攻撃したいところです。フットルース、さあバックに回ったか、いやバックを再び取られた。さあサムソンクラッチの形からカウントが入るな。カウントは2。さあ非常に動きが良くなってきたブルーのトランクス。フットルース肩車のバックフリップ。さあしかしファーナスがカットの準備をしておりました。そしてそれ同時にクロバットの足がサードロープに伸びております。さあここでインターバルを置かずに、休みを作らずに一気に攻めたいフットルースでありますが、さあまずはキック川田俊明、そしてサムソン冬樹につなぎます。ロープにホイップして、さあ時間差のありやすか、いや読まれた読まれた。さあバック、あ腕十字だ腕十字だ、これは危ない。そしてここからドロップキック、さあ肩がつく、さあどうだ、カウントが入る。カウント2で戻しました。場内のお客さんが足を踏み鳴らします。さあキックをカットしたぞ。そしてローリングクラッチホールド、またまたカウント入る。そしてジャックナイフ式にカウント2のものすごい攻防、川田俊明につなぎます。ショートレンジからラリアット打ちました。おっと珍しく川田俊明がお客さんにアピールしましたぞ。機嫌万丈だ。さあここから川田ドライバー、オリジナルのドライバーが入る。さあカウントだ。今いいですね。ですからもうここにどんどん休まずにね、はい、そうですね、はい、非常にいいタイミングです。フットルース非常にいい攻防を見せている。さあここから、うん、ここから危ないぞ。さあなだれしか、いや殺人ホイップデッドリードライブ。ダニークロバットロープにホイップする、セカンドロープだぞ。バックダイブか、丸め込んだローリングクラッチホールダー、これはプルス危ないぞ。カウント入った、カウント3。あっという間の返し技だ。カンナムエクスプレスお見事。非常にいいタイミングでフットルースが攻めていただけに後半悔やまれるところです。センターのリング上、赤いドッキリ、
田上と歌舞伎が先に入場してまいりました。そして天竜ハンセン組の入場であります。シリーズ序盤で右足首を負傷し、宿敵ジャンボ鶴田に屈辱のギブアップ負けと、以前にも増して激しい戦いの渦の中におります天竜源一郎。76年11月プロレスデビュー以来初のギブアップ負けを喫しました。レスラー生活17年目にして初めて始まった屈辱。さあ今日はこのスタンハンセンとこのシリーズ初めてのタッグをテレビで結成いたしました。そして天竜が入ってまいります。天竜革命発祥の地名古屋で、昨年の世界タッグ王座についた思い出の地、この名古屋でどんな復活ぶりを見せてくれますか。天竜スタンハンセン組も入場であります。武道館大会来週放送の防衛戦ウィリアムスゴディ組を控えております。天竜スタンハンセン、テキサスロングホーン、世界タッグチャンピオン天竜、24時間戦えます。さあ平成2年飛び出してほしい田上明です。東洋の神秘、90年代の考える人、ザ・グレート歌舞伎であります。解説のジャイアントモーさん、今天竜の足が、カメラ捉えておりますが、この試合の見どころお願いいたします。まあね、田上がね、はい、どのぐらい頑張ったね、やっぱり先シリーズずいぶん刺激されたと思うんですよね、はい、天竜の足がどこまで治ってるか、まあ怪我してから6日間ですからね、はい、そうまだ完全には治ってるとは思わないんですがね、はい、その天竜源一郎、前回放送の一宮大会の時には10歩歩くと10歩気になった、今では10歩のうち3歩ぐらいかなというふうなこう分析をしてくれました。合宿中にも一人で黙々とベンチプレスをしておりました天竜、控えに入った。さあ田上だ、馬場さんお話のようにこの田上がその天竜の分までどこまで頑張りますか。相手はスタンハンセンであります。馬場さん、わーっと押し返しました。このスタンハンセンが田上あるいは高野あるいは高木、壁になってますね。さあどこまでこのスタンハンセンに挑むことができるか。田上です。スタンハンセンの表情です。田上明、やはりハンセンと相対ということでこの試合前控え室の表情を見ましたらちょっと緊張しておりました田上でありますが、どうでしょうか。力がと体を入れ替えました。水平チョップです。そして力で天竜コーナーに持ってまいりました。ショルダータックルです。一つ連携を見せました。田上が捕まってしまいました。さあ天竜と田上はどうでしょうか。おっとエルボーで片膝をつきました田上。歌舞伎にタッチ。ザ・グレート歌舞伎も昨年から天竜に対しましてアッパーブローあるいはトラースキックものすごい攻撃を見せていますカニバサミ天竜。しかし馬場さん、この天竜という男ですが選手ですが、一宮大会ご覧いただきましたけれども足の痛みというのは途中まで我々気がつきませんでした。そうですね、やっぱり痛み止めを打ってましたからね、はい、その最初は気がつきませんよね、はい、ですからね、ああいう、ねはい、レスラーにとって一番その困ることなんですよね。円錐を打ちました。ちょっと見た目では捻挫というのは分かりにくいですね。そうなんですよ、はい、で動きは全く悪くなりますしね。さあ田上はどうでしょうか。さあ、さあ田上エルボードラップ、スタンハンセンです。自分の位置を取りましたスタンハンセンです。このシリーズは小橋との一騎打ち、小橋も前線いたしましたがこのスタンハンセンの群門に下っております。なんといっても蹴り上げるだけで小橋の体が宙に浮いたキックあるいはパンチ、凄まじい破壊力を持っています。今度は天竜です。横抱きにして、あーっと早くも2位クラッシャーです。右足を攻撃いたします。さあ右足攻撃集中。一宮大会馬場さんが天竜のこれほど苦しむ顔をかつて見たことがない、このように描写いたしましたが、
早くも苦しい表情です。天竜源一郎です。おばさん、この足を見せてもらいましたら、この青っぽくこの年なんていうんですか、内出血をしているんですが、これはどういう状態なんですか。いや、血が通わないんですよね、ああそうですか、血の流れが悪くなっているわけですから、まあ、全治強度の捻挫2週間ということであります。2試合を欠場いたしました天竜です。まあ、この地方のお客様人一倍大事にする天竜だけに、団長の思い出の欠場であったことでしょう。さあ、スタンハンセンとのコンビ、来週放送の武道館大会はウィリアムス、ゴディ組の挑戦を受けます世界タッグチャンピオン天竜、そしてスタンハンセンです。ブレンバスター、足の踏ん張りはどうか。そのまま後ろに放り捨てました。田植えも頑張ります。あの高木勲が頑張りました。その分この田植えも刺激を受けていると思います。さあ、スタンハンセンに対しまして、ああ、勝ち上げられてしまいました。田植え足元がちょっとおぼつきませんでした。ここになってからの馬場さん、田植えの反撃注目したいですがね。そうですね、はい、ここからやっぱり立ち直って向かっていければね、はい、あの小橋健太は言っています。もう一度シングルでやりたい、このように話しています。やられてもやられてもそのファイトを肌で感じたいと言っています。田植えも同じ気持ちでしょう。頑張れ田植え。さあ、相手は天竜です。ボディースラム、天竜のフットワークはどうか。セカンドラップ、あ、気がついた。歌舞伎のエルボー、そして場外へ落とします。歌舞伎もいいタイミングでカットするんですが、天竜これを見ておりました。さあ、田植えと天竜です。痛い方の右足でキック、左のエルボー。さあ、ザ・グレード歌舞伎が椅子を持った。さあ、スタンハンセンがこれをカットしております。さあ、その椅子が天竜に渡りました。全シリーズの高木について、続いて強烈な洗礼2発、椅子での洗礼であります。ロープに飛んで、あー、しかし田植えがバックキック、落ち潰し、いい体勢でのタッチです。これはいいタッチ。さあ、前進するザ・グレート歌舞伎、アッパーブローと水平チョップの応酬だ。2位が飛んでいきます。今5分が経過しました。田植え、馬場さん頑張りましたね。そうですね、いい形でのタッチを行いました。これに歌舞伎がこうする。さあ、足を捉えた、あ、鶴田と同じインディアンデスロック、リバースインディアンデスロック。馬場さん、この体勢で天竜がギブアップでしたね、一宮大会。そうです、ハーフ引きと知るや、スタンハンセンが飛び出してまいりました。さあ、計算しています。さあ、今度は田植えも、あーっと右足を攻める、先輩が右足を攻める。田植え、サッカーボールキック、毒針、天竜がかろうじて離れました。スタンハンセンのカット、しかし歌舞伎のアッパーブロー、4人が4人流れでも作ります。さあ、円髄を見届けて、さあ、逆肩やり方で、これも右の腕、ハンセンの水平打ち、天竜の足を離しません。このガッツは見上げたもの。田植え明、田植えの、ね、狙いはいいですよ、臆せず、先輩に臆せず突っ込んでいく田植え明。さあ、ここでね、頑張らなきゃね、はい、そうですね、あそこまで攻め込んだんです。さあ、根性だけは人一倍と、あの高木が天竜に言わしめました。田植えも頑張れ。さあ、三半戦は歌舞伎をカット、2対1の状況が生まれた。ここで頑張りどころだ田植え。さあ、天竜の水平チョップ、踏ん張っています。さあ、しかし危ないダブルの、あー、パワーボムいきそうだ、危ない。歌舞伎が間に合うか、間に合った、歌舞伎が天竜にアッパーブロー、ハンセンも蹴散らす。しかしハンセンはすごい、肉の塊、まさに肉弾そのまま飛び込んでまいりました。しかし歌舞伎が逆にハンセンを鉄柵攻撃、リング上は田植えと天竜、歌舞伎がリング上に入ってまいりました。この動きはどうだ、ザ・グレート歌舞伎、天竜を後ずさりさせます。さあ、今度はしかし2対1の状況、歌舞伎がハンセンと天竜にやられている。うわー、スタンダリアント、その間に田植えにのしかかる。田植え返せるか、ダメージが大きかった、先ほどの合体パワーボムのダメージが大きかった。天竜ハンセン組、武道館大会へ向けて今シリーズテレビ初タッグ、田植え歌舞伎組を破りました。7分38秒の勝負です。馬場さん、田植え頑張りましたけどね。
まあね、こうやってね、もう何度もね、向かっていかなきゃ強くならないですよ、はい、ですからこうやって、まあ伸ばされましたけどね、明日になったらまたね、向かっていくぐらいの気力をね、はい、養わないといけないですね。そうですね。プロレス決定的瞬間大全集2、いよいよ自立集放送します。注目のファンが選ぶ名勝負ベスト10を発表。おっと、ハプニング続出、プロレス名場面珍場面集。さらに馬場中華天竜の入門から現在までの名勝負の数々、第2の出発を、そしてフラッシャー金馬究極の名言など秘蔵の VTR で綴る永久保存版60分、どうぞご期待ください。名古屋18スポーツセンター、久々オリンピックコンビ揃い組みでありますメインイベント、破竹の連勝街道ミラクルバイオレンス、ゴディウィリアムス組と決起対決でございます。さあ鶴田と安が出てまいりました。全日本プロレスが世界マット界に誇ります堂々たるタッグチーム、オリンピックコンビ三冠鶴田の本当の強さ、そして押しても引いてもビクともしない安の勝つさ、ゴディウィリアムス強しといえどそれを上回る実力と勝負強さを誇りにしています。全日本マットの極限の激しさ凄さを思う存分発揮することでやりましょう。五輪コンビ先に登場。さあミラクルバイオレンス、テリー・ゴディ、スティーブ・ウィリアムス組の入場を待ちます。注目のスティーブ・ウィリアムス自らアメリカから持参いたしました勇士の叫び、このテーマソングが鶴橋スポーツセンターに鳴り響いております。確かに力強いチームです、テリー・ゴディとスティーブ・ウィリアムス。しかし今夜の一戦、さらに 3.6 日本武道館の天竜ハンセン組との対決が全日本プロレスファンの厳しい採点の的になるんではないでしょうか。さあテリー・ゴディとスティーブ・ウィリアムス、一気に駆け足で助走をつけて勢いをつけて激しく激しく登場、待ち受ける五輪コンビに襲いかかったスティーブ・ウィリアムスとテリー・ゴディ、60分の一本勝負、鶴橋スポーツセンターのメインイベント、勝負が始まりました。スティーブ・ウィリアムスダブルのタックル、これが豪快だ、デンジャラス、デンジャラスなファイト、テリー・ゴディ、スティーブ・ウィリアムス出足好調であります。さあ世界に誇るオリンピックコンビをこの名古屋のリング上で潰すか、いよいよ来週の放送はあの天竜阪神に挑みます世界タッグの選手権試合、そのチャレンジャーチーム、堂々たるテリー・ゴディ、スティーブ・ウィリアムス。ここで両チームの紹介です。迫力充実の全日本マット進化発揮、スティーブ・ウィリアムス全日本マットに本拠地を置きます。テリー・ゴディ、若子な275ポンド、安吉明、そこを見せません、奥行きのあるレスラー安吉明、270ポンド、ジャンボ鶴田、三冠王者世界の鶴田、堂々たる貫禄であります。60分の一本勝負、解説はおなじみジャイアント馬場さんです。このミラクルバイオレンスチーム、いつものごとくこのドドーッと、リングを占拠して先制攻撃は素晴らしいですね。そうですね、はい、さあ豪快な表情、テリー・ゴディとスティーブ・ウィリアムスであります。2人のコンビネーションも出来上がってまいりました。このデンジラスなゴディとウィリアムスは間違いなくトップタッグチームであります。90年代は俺たちの時代と言っております。ゴディとウィリアムスが吠えまくります。さあ実力者オリンピックコンビをいかに裁くか、注目の一戦、60分の一本勝負、スティーブ・ウィリアムス先に登場。さあチームリーダージャンボ鶴田だ、言い合っています、言い合っています、何かアピールしています、ジャンボ鶴田。さあ両選手が一歩二歩三歩近づいた、反対側八つがトップロープ、そしてテリー・ゴディがエプロンの半分まで歩み寄った、何か不穏な空気が流れております。これは何のアピールか、鶴田何のアピールなのか。さあ
スティーブ・ウィリアムスもキョロ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 、お客さんの反応を見ているぞ。鶴田コールか、鶴田コールか、鶴田コールだ、鶴田コールだ。さあテリー・ゴディ、さあテリー・ゴディもリングの中に出てまいりました。オリンピックコンビ、オリンピックコンビの右の人差し指が指すのはこれは何を意味しているのか。さあジャンボ鶴田とスティーブ・ウィリアムスの対決で始まります。さあどっしりと構えます。世界の五輪コンビ、そして大自然から生まれましたナチュラルパワーを売り物にこのタッグ戦線に堂々割り込んでまいりました。さあ両者バックの取り合い、バックの取り合い。さあおっと腕を掴んだのがジャンボ鶴田だ。さあ馬場さん、この対決勝負のポイント見どころからお願いします。やっぱりウィリアムスとね、ゴディは非常に張り切ってますよね、はい、張り切ってますね。その反面、ジャンボとやつはね、やっぱり様子を見なきゃという感じはもう十分あると思うんですね。なるほどね、そうですか。さあリングの中央に帰ってまいりました。スティーブ・ウィリアムスのこの怪力殺法。さあバックを取ってタックルの体勢から思い切って助走をつけて激しく当たります。あーラリアット、すごい鶴田のラリアット。来週の放送、日本武道館でバリーウィンダムの挑戦を受けます三冠王者鶴田。馬場さん、今のは激しく鋭く当たりましたね。やっぱりね、ジャンボよく見てますよね。よく見てましたね。狙いすましたようなカウンター砲が当たりました。さあオリンピックコンビサンドイッチ、サンドイッチ殺法。そういう点ではまだね、やっぱりウィリアムスはこのオリンピックの攻撃パターンもまだよく分かってませんしね、はい、自分の力だけでこう気負ってやってるような状態があるんですよね、なるほどね。ですから彼もまたよく勉強して研究したらね、はい、時間が経ったらやっぱりその上手くなると言いますかね、このオリンピックに対その対応できる攻撃を考えると思うんですよね。そうですね。さあこの勝負、前回の放送でもお伝えしましたスティーブ・ウィリアムスと安義明のこの対決。さあアマチュアレスリング高度な、レスリングの基礎を持っております両選手。テリー・ゴディが襲いかかった。すごい魚雷ラリアット、すさまじいテリー・ゴディであります。馬場さん、ウィリアムスと比べて正直言って迫力が違いますね、テリー・ゴディは。それはやっぱりね、プロとしてのキャリア長いですからね、はい、そうですね。ひょっとしたら全日本マットに本拠地を定めてから8年前になります。テリー・ゴディがひょっとしたら、ひょっとしたらこの全日本プロレス外人軍団のトップに立つかもしれません。それほどの凄まじい勢いのテリー・ゴディ、体が大きく見えます、スピードがあります。そしてウィークポイントでありました膝のパッドが非常に薄くなってまいりました。コンディションは上々のテリー・ゴディ、あっと今度は肩から当たります。さあ相手は安義明だ。安義明も大きくボディスラムで投げ返した。ギロチンかエルボーだ、エルボー打った、スックとスックとこれを外します。華麗なるフットワーク、テリー・ゴディ145キロのこの動き、右に左に前に左右に非常に激しい動きを見せております。そのテリー・ゴディです。馬場さん、このテリー・ゴディが次期シリーズのチャンピオンカーリマリーにもやってきますね。そうですね、また魚雷ラリアットいきました。この八千代明の肉体を子供扱いにしています。本当にテリーゴディのスピードが、よく目につきます。肉体的にも馬場さん、コンディションが相当いいんじゃないですか。テリーゴディはいいでしょうね。いいでしょうね。さあこのテリーゴディとスティーブ・ウィリアムスが、あーラリアット、今度はスティーブ・ウィリアムス左のラリアットをちょこんと出した感じでありますが、倒れたのは八千代明、あの天竜ハンセンの世界タッグに挑戦。ですからね、このウィリアムスのラリアート、これなんかでもまだやっぱり研究しなきゃならないと思うんですよね、はい、手を出してるだけでしょ。そうなんですね、ですからね、これを本当に力任せに打たれたら、はい、やっぱり危険だと思いますし、そうですね、そういう点ではウィリアムスはそこをまだ勉強 しなきゃならんと思いますね。なるほどね。さあそのスティーブ・ウィリアムス、グランドでの展開になりました。相手は八千代明、プロレスの申し子八千代明との対決を迎えています。リングの中央だ。さあ力比べはどうか。確かにパワーあると言っておりました。待っておりましたのはテリー・ゴディ、うまいつなぎを見せました。ミラクル・バイオレンス、テリー・ゴディ、スティーブ・ウィリアムス。さあこの呼吸どうでしょうか。破壊攻めにされました。安がやられています。今度はテリー・ゴディがここで登場してまいりました。天竜ハンセンの世界タッグ挑戦までは絶対に負けられない。さあ返したぞ、一発返したぞ、やつも返したぞ、ここでここでタッチ、ここでジャンボ鶴田が出てまいりました。さあやる気満々、ジャンボ鶴田頭をかち割る、ロープの反動を出してジャンピングに踊るテリー・ゴディ、勝ったのは鶴田。この叫び声、ジャンボ鶴田、俺が一番、俺が一番と言っているようだ。
このポーズが何かハルク・ホーガンに似てきたような感じがいたします。さあジャンボ鶴田だ。さあ場外に逃げ出したのはテリー・ゴディであります。超高角度のパワーボムは今日炸裂するんでありましょうか。あの天竜ハンセンの世界タッグを狙っております。このテリー・ゴディとスティーブ・ウィリアムス、超高角度のパワーボムはこの前哨戦では温存するんでありましょうか。そのテリー・ゴディであります。さあ次期シリーズはこの年間最大のイベント、チャンピオンカーニバル、すごい顔ぶれが揃いました。ハンセン・ゴディ・ウィリアムス、ファーナス・クロファット、揃い踏みのシリーズ、これまた楽しいチャンピオン、カーニバルが待っています。このシリーズですね、はい、このメンバーが非常にその好評でしたんでね、次のシリーズもこのまんま来るということになりましたね。そうですね、ファンにとっては本当にありがたいチャンピオンカーニバル、世界タッグ選手権、それから三冠をめぐる、激しいドラマが展開されるようなそんな感じがいたします。さあリング上ジャンボ鶴田、そして馬場さん注目の 4.13 東京ドーム大会、先日ジャイアント馬場さんの記者会見がありましたけれども、大会名がおっとスティーブ・ウィリアムスの動き、ラリアット、これもちょこんと当てた程度、この辺りが勉強これからの課題になりますか。当ててあのちょこんと当ててるわけじゃないんですよ、押してるんですよね、はい、押してますか、殴ってるんじゃなくて押してるんですよね、タイミングを合わせてるような、押してるというか引っ張ってるというかね。なるほどね、そうですか、やっぱり殴った方がいいと思うんですよね、はい、同じ左ですけども、あのスタンハンセンのウエスタンラリアットとの迫力と比較するとまだまだ足りませんね、馬場さんね。そうですね、さあ先ほどの話を続きましょう。大会名が馬場さん、日米レスリングサミットに決定いたしました。そして素晴らしいニューヨークのレスラーがもう全選手登場してまいります。この放送の後にも一人一人ご紹介してまいりたいと思いますが、馬場さん、この大会が日本で行われるという、意義についてちょっと語っていただきたいと思いますが、意義というよりもね、僕はね、あの全日本プロレスの選手とね、はい、WWF の選手とね、比べてもらいたいんですよ。なるほど、僕の考えはね、はい、僕の気持ちはどうぞ。で今ねやっぱり日本のレベルってのはね、そのもうアメリカも取り越していますからね、はいはい、そういう意味でね、もう一回再認識してもらいたいんです。なるほど、そうですね、一宮大会の時にも若林アナウンサーと、全日本プロレスのレスラーはアメリカでも絶対に負けないという話をされてましたけれども、馬場さんアメリカに行かれましたけれども、さらに自信を深めました。そうですね、そうですか。そして馬場さんがアメリカのマットの上で、あの馬場さん、アンドレ・ザ・ジャイアントと並んでる写真が、新聞報道を賑わせましたけれども、ジャイアント馬場、アンドレ・ザ・ジャイアント組というのはどうなんですか、ズバリ実現するんですか。そうしたいと思ってるんですよね、夢のカード、夢のチームですね。なおその他の対戦カードは追ってご紹介したいと思います。放送席でジャイアント馬場さんが、ジャイアント馬場、アンドレタ、ジャイアント組ほぼ決定というお話でございました。夢の 4.13 東京ドーム大会、どうぞ、お楽しみに願いたいと思います。試合が荒れてまいりました。さあテリー・ゴディのこの猛烈キック、我慢する八津吉明、スティーブ・ウィリアムス待っている、右足を大きく高く伸ばしました。さあヘッドバット攻撃、さあヘッドバットだ、これが八津吉明の得意技の一部に加わりました。さあスティーブ・ウィリアムスがカットカットカット、チョップでカットします、正面を向いたジャンプ一番ヘッドバット、さあ徐々にスケールの大きい技を展開するスティーブ・ウィリアムス、後頭部を打った八津吉明、再びジャンボ鶴田の今度はハイキックに体を合わせますが、さあ頭を押さえている鶴田がここで飛び出してまいりました。相手は 3.6 日本武道館はバリー・ウィンダムだ。バリー・ウィンダムは非常に身長が高い選手、この身長差だけがやや気になるが、パーフェクトに防衛を守ってみせる、タイトルを守ってみせるとこの鶴田は言っています。さあ相手はスティーブ・ウィリアムス、お腕殺し、脇固めに出ました、得意技の一つ、スティーブ・ウィリアムスであります。馬場さん、スティーブ・ウィリアムスの立体サップは分かりましたけれども、このグラウンドの展開どうですか。いやこういう風にね、やっぱり彼はアマレス出身ですから、こういう風に持っていくべきだと思うんですよね、まだまだねプロとしてそのジャンボのジャンピングニーとかそういったものを、受けてですね、安全に倒れるというような技術はまだないように思うんですよね。あ、なるほどね、徐々に全日本マットのこの香りというものを、体中に染み込ませつつあります。そのスティーブ・ウィリアムス、次期シリーズにもフル回転で登場してまいります。スティーブ・ウィリアムス、なかなかの荒ばれっぷりであります。さあここでテリー・ゴディにつなぎます。さあクロスライン、ジャンボ鶴田を倒すには2人がかりでしょう。さあテリー・ゴディが覆いかぶさってまいりました。
本当に一気に外人軍団のトップの座を狙っているかのようなそういう激しい動きを見せております。このテリーゴディまだ今夜は超高角度のパワーボム出してない。魚雷ラリアット激しく当たったぞ。全日本プロレスマット8年目のテリーゴディ、さあトップを取るか、トップを取るか、勝負になっていくのはあのスタンハンセンでありましょう。さあこのテリーゴディ、いよ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 スタンハンセン絡みの世界タッグ選手権が来週の放送に近づいてまいりました。テリーゴディはもちろんスタンハンセンを狙ってまいりましょう。さあここでスティーブ・ウィリアムスをうまく追い込んできて、ジャーマンかおっとバックを取ってグランドでの展開だ。今打たれておりますのはジャンボ鶴田であります。さあジャンボ鶴田対バリー・ウィンダム、いよいよ来週の放送三冠選手権ですが、ババさん、鶴田選手はもうほとんど眼中にないというような自信満々なんですよね。そうでしょう、大丈夫ですかね。バリー・ウィンダム強くなってきましたよね。ウィンダムはやっぱりね、素晴らしいですよ。いや動きといいね、幅が広くなってきた。それからあのババさん、悪がしこくなってきたという感じが、あの悪がしこいという悪がしこいというようなここは見当たりません。とにかく堂々とね、あのいろんな技も使いますしね、うん、なるほどね。僕は今あのアメリカでは、はい、本当に3本の指入るんじゃないかと思いますがね。今のババさんあれでしょう、 NWA の世界チャンピオン候補の一人ですよね。バリーウィンダムはね、まあ、彼は、ね、今 NWA の方ではもう働きませんからね。そうですね、ニューヨークにいましたから。さあテリーゴディとジャンボ鶴田、うまいカウンターの2位が当たりました。ジャンボ鶴田であります。ということになりますと、ジャンボ鶴田対バリーウィンダムの三冠戦も非常に楽しみな来週の放送 3.6 日本武道館決戦であります。ここでヤツにつなぐテリーゴディに、あっと今肩を当てました。飛んで肩を当てました。そしてバックを取りました。そして右の手がおっと、首に巻いておりますがバックドロップでした。最後はバックドロップでした。八津吉明うまく技を工夫しています。そして監獄固めに行きますか、力で力で頭を引き込んでまいりますか。まだ左の足の軸は入ってますけれども、うまく回転して覆いかぶさったのは145キロテリーゴディ。さあ行くぞ、この強さ、この迫力。さあ殺人魚雷の合体であります。ここでスティーブ・ウィリアムスを呼んでまいりました。ドクターです。そしてそうと、まずは相手を後ろに投げ返してそのままカバーの体勢、スティーブ・ウィリアムスうまく体を入れ替えます。体の柔らかいスティーブ・ウィリアムス、そして激しくストンピングハンダース打ちました。やつを捉えてまずは場外だ。今夜は本当に負けられないテリー・ゴディとスティーブ・ウィリアムス、世界に誇る五輪コンビが相手であります。今度はジャンボ鶴田を引っ込んでまいります。この表情、スティーブ・ウィリアムス、まだまだ奥が深い。場外ではテリーゴディが八津吉明の脳天に思いっきり椅子攻撃、伸びました。八津が伸びてしまいました。さあしかし試合の権利になりますのは八津吉明であります。八津がリングの中に入らないことには勝負になり立ちません。さあエプロンをうろうろしているやる気満々のジャンボ鶴田、そしてまた落ち着きましたスティーブ・ウィリアムスが再びリングの中に入ってまいります。さあリングの中央だ。1対1の対決、アマチュア同士の対決。この両選手身長11センチ、体重で15キロ、いずれもウィリアムスリード。本当に迫力ある選手だとやつも言っておりました。あっと後ろから思い切ってタックル攻撃、テリーゴディうまいコンビネーションプレーを見せました。リングの中に堂々2人が入っています。砂漠の今の技なんかも2人で考えたんでしょう。考えたんでしょうね。やっぱりまだ、ね、はい、その経験がないですからね、うまくはいきませんでしたね。そうですね、完成度 100% とまではいきませんね。ですからこういうことをね、2人でチームを組んでですね、いろんなことを覚えていったらこのチームはもう本当に怖いチームですね。なるほど、そうですね。ボパさんならばお伺いしますけれども、世界タッグ選手権、おっと魚雷ラリアット、決着をつけるキーポイントは何になりそうですか。さあ、やっぱりあの天竜の足とですね、足と、はい、この2人のチームワークのどの程度、ね、はい、うまくいくのか、うん、がこちらのウィークポイントだと思いますし、なるほど、天竜とハンセンはやっぱり天竜の足が心配な、そうですね、どこだと思いますね。そうでしょうね。おばさん、おそらく両軍負けられないという気持ちがあると思いますけれども、一方その負けられないという気持ちからずれたこのたった1点の、瞬間、これをついた方が勝ちになるのではないか、そういう感じがいたします。さあテリーゴディとスティーブ・ウィリアムス、今夜も大きな山、五輪コンビが相手。ここを乗り越えればミラクルバイオレンスコンビ、スティーブ・ウィリアムス、テリー・ゴディチームは全日本プロレスのマット上で本当に市民権を得ます。
さあワンファイトが多くなってまいりました。八津義明今15分が経過してまいりました。蹴り上げるテリーゴディでやります。ここからあたりで合体殺法を見せるんでありましょうか。スティーブ・ウィリアムズがのしのしとやってまいりました。さあ何でしょうか、何でしょうか、パイルドライバーか、脳天食い石のようだ。滞空時間を長くしてダウンと落とします。ちょっと苦しんでまいりました。ジャンボ鶴田が左の手を伸ばしますが相当ダメージを受けておりますのが八津義明だ。そろそろ大きな山がやってまいりました。世界に誇る五輪コンビとしてはいかにテリーゴディ、スティーブ・ウィリアムスが急上昇の選手といえども負けられないんです。さあリングサイド、エプロンに倒れた八津にめった打ち。さあスティーブ・ウィリアムスのエルボードロップが当たっています。ジャンボ鶴田がちょっとコーナーを離れました。場外に落ちたのは八津義明。八津義明が相当ダメージを受けているようだ。手足が出なくなりました。防戦一方の八津義明、しかしタフネスを誇ります。奥行きのあるレスラー、そこを絶対に見せない八津義明。キャメルクラッチホールド、スティーブ・ウィリアムスでやります。さあ馬場さん、ちょっと勝負がもつれてますね。そうですね、八津が随分攻められてますけども、はい、攻めるポイントがちょっとない。ウィリアムスのボディにはそれがないですね、まだね。あ、なるほどね、五輪コンビの方が攻めあぐんでいるという感じ。なるほど、今の場合押しておりますのはソーストミラクルバイオレンスチームであります。テリーゴディとスティーブ・ウィリアムス。さあフィニッシュのつなぎは何を考えているか。まずキック、ラリアット、今のは力強く当たりました。いや、今こういうのはねやっぱり怖いですよね。そうですね、腰を低くして助走をつけて下から潜り込むようなエグリーマ、そういうスティーブ・ウィリアムスの右のラリアット、一発で当たりました。黄色いシューズが非常に速く見えます。さあちょっと息が上がっている八津義明、ダブルの攻撃、足を挟んだレグシザースでエルボーを打った。さあ合体だ、これまた合体、まだその前にタッチがあったようだ。テリーゴディがフィニッシュを取るのか。テリーゴディまだ超高角度のパワーボム打っておりません。膝挟みのパワーボム、それから膝を離れて空中高く舞い上がってドスーンと落とす2種類の超角度パワーボムがあります。まだ温存しています、まだ温存しています。ちょっと苦しい、やつ手が出ない、うまく担いだフロントか、フロント邪魔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 、やつ狙ってた、邪魔、ダメ、足をカット、ちょっと崩れました、ね。痛めてからでないと来ませんね、はい、そうですね、まあ、やつも痛められてる状態で行きましたからね、はい、今度は大きな岩石落とし、テリーゴディ145キロの巨体が踊ります。さあやつがちょっとダメージを受けている、鶴田へのつなぎがない、鶴田へのつなぎを忘れているか。さあ集中攻撃、さあ的を絞ったぞ、再びスティーブ・ウィリアムス出てまいりました。何を持っていくか、オクラホマスタンピートがあるぞ、またラリアット、これは壊した、やつ頑張る、おっとエルボー当たった、エルボー当たった、ここで一気に鶴田につなぐ、つなぐ、つなげるか、ダメ、つないだか、つないだ、つなぎました。テリーゴディとジャンボ鶴田の対決、さあまずはジャンピングに魚雷を倒す、今度は殺人ドクターを倒すか、倒した、鶴田剛、怒った人間魚雷。さあミラクルバイオレンス、おっとうまいタイミングを合わせた、サイドスープレックス、久々鶴田の4種類の豪華な豪快なサイドスープレックス、その一つを打った、サイドスープレックス満を持して打ちました。上から叩きつけるようなテリーゴディの猛烈な過激なパンチであります。さあジャンボするとテリーゴディだ、なんだドロップキック、豪快に当たりました。魚雷が空を飛ぶんです、恐ろしい技だ。鶴田倒れ込んだ、ウィリアムスカバータッチをしていました、そのままカバー、やつ間に合った、長い勝負になってまいりました。そう簡単にはこの勝負結論が出ないでしょう。さあ頂点に上り詰めるためにはまず最大の山、五輪コンビに勝って、それからあの天竜ハンセンに勝って、そして世界タッグをもぎ取りたい、こういう構想を描いております。ミラクルバイオレンス、テリーゴディとスティーブ・ウィリアムス。さあ魚雷ラリアットが当たっている、鶴田の腰が落ちたぞ、初めて見せた、鶴田の腰が落ちました。今度はなんだ、おっとうまくかいくぐって、なんだおっとフライングボディシザースドロップ、空中同時目カウント2、空中同時目はカウント2、何か同じような連携を繰り返しているような感じがいたしますが、さあ極めつけは何かちょっと攻め上げんでる五輪コンビ、ショルダーするやつが怒っているが、やつのエルボーはスティーブ・ウィリアムスに効いているようだ。やつが勝負の権利がある、五輪コンビ名誉にかけても負けられない。さあミラクルバイオレンスを潰すか、さあテリゴディ、おっとパワースラム、さあまだパワースラム、そのままもう一回抱き上げて、さあ相手は貫禄十分のテリゴディを抱き上げて、さあブルドッキングヘッドロック、やつ殺人フルコースの開始だ、どうだ今度は監獄か、どうだ
左足の軸どうだ、テリーゴディの足は強いぞ、どうだ、カツトマウィークポイントでした、膝ですけれども感知しています、テリーゴディ、さあ長い勝負になってまいりました、さあ天を仰いでおります、ヤス、今度はスティーブ・ウィリアムス後ろから支えつけます、ゴーゴーたる声援、一発一発にゴーという声援が沸き起こっております、鶴橋スポーツセンター、さあ両チーム入り乱れた、スティーブ・ウィリアムスの相手はジャンボ・スルタだ、さあジャンボ・スルタとスティーブ・ウィリアムスがやり合っている、リングの中ではヤツヘッドバット攻撃、相手はテリー・ゴディ、さあ馬場さん、さらに勝負はもつれてきましたね、そうですね、さあまだまだ分かりません、60分の一本勝負、まずはスティーブ・ウィリアムスのラリアットを誘って八津義明の腰が砕けてまいりました、待っていましたのはテリー・ゴディ、ここで世界一パワーボム、完璧に相手を潰すが鶴田間に合いました、相手の18番ではフィニッシュを取らせない、鶴田怒りのパンチラッシュ、まだ試合の権利は、八津義明だ、そしてテリー・ゴディだ、そしてスティーブ・ウィリアムスに足を取ったら首がため、スティーブ・ウィリアムスに権利があった、そのままあったキック力で返します、さあ大きな山田、場外テリー・ゴディとジャンボ・鶴田、スティーブ・ウィリアムス、ヤツからフィニッシュを取るのか、そしてしかしヤツもまだまだ曲げていない、大きく抱え上げて、さあ助走をつけてのアバラッシュホールドが、おっとロープに正しくて、オープンのマスタンピート流れ式、そのままカウント3、開幕戦と同じような豪快な流れ式オクラホマスタンピート、スティーブ・ウィリアムスピンホールを取りました、五輪コンビに勝ちました、ミラクルバイオレンスであります。さあそのテリー・ゴディ、スティーブ・ウィリアムス、この五輪コンビを潰した勢いでいよいよ来週の放送に迫りました日本武道館天竜ハンセンの世界タッグに挑戦であります。4.13WWF in 東京ドーム日米レスリングサミットの最新情報、ついに東洋の巨人ジャイアントパパと世界の大巨人アンドレスジャイアントのタッグが実現、2人合わせて 4m32cm、 ほとんどキリン並みの超巨人コンビの誕生だ。 Hi, recognize me? It's me, Andre the Giant. I might be back very soon at the Tokyo Dome. 今回、初めてね、アンデとタッグを組むことになりました。4月13日頑張ります。どうぞご期待ください。得意の世界を取ったバックドロップ外したウィンダムがバックドロップウィンダム2メーターの落差。切り返されましたね。切り返されました。頭を打ちました。肩を打ちました。鶴田よし。カウントス。膝十字に入りました。テリーゴディ。しかもアキレス腱も決めてますね。アキレス腱も決まってますね。さあ怖い。辛い。天竜我慢で。全日本プロレスの日程はご覧の通りです。次週はいよいよ武道館決戦、世界タッグ選手権と三冠選手権の2大決戦をお送りします。ご期待ください。